めっちゃ大好きです。お願いします。今回はごめんなさい。ありがとうね。じゃあバイバイ。韓国、あ、女の子来た。あ、ゆうちゃん。連続でね、また来てくれた。わあ。一番印象に残ったのがてるくんでした。てるくんお願いしていいですか。はい、お願いします。お願いします。え、めっちゃ綺麗じゃない。どうですか。え、最高です。最高ですか。はい、なあ、これ良かったな。いっせーの。うわありがとう。ゆうはもうてるくんって固まりました。てるくんお願いします。いらっしゃい。どうぞ。ありがとう。めちゃめちゃいい感じだったんだけど、全部掴んでたんだけどな。てるくんのことが大好きです。です、大好きです。ありがとう。はい、積極的に行ったんですけどダメでした。これテルちゃん。あれ、テルっぽい。あれ、あれ。これテル、吹っ切れないかも。ね、連続すぎるし、ね、お久しぶりです。お久しぶりです。え、髪染めた。はい、お染めました。あ、いいね。一応ねちゃんのデザイン編継続メンバー川橋テルです。早速言うです。お願いします。久しぶり。久しぶり。1ヶ月ぶり。そうやな。やば。え、来ると思わんかった。だから いるって思ってびっくりした。今回はどんな感じで、意気込み的な。今回は頑張って彼氏作って日本に帰りたい、また恋したいなって思って来ました。うん、イエーイ。え、どういう意気込み？前回が悔い残りすぎてたから、うん、今回でもう頑張りたいなっていう。でも悔いなく、悔いなくね。うん、頑張ろう。マジ頑張ろう。どうしたらいいんだろう。どういう工学なんや。いや、気になるな。ボブ。え、誰か女の子来た。はじめまして。かわいい。お人形さんみたい。え、くそ。え、はじめまして。倉橋おたはです。お願いします。お願いします。なんかしてたのとかあります？なんか特技とか趣味。特技はアクロバット得意です。え、そう、もう結構回るんですよ。え、アクロバット。アクロバットって何。うん、
寝技側宙とか、バク宙とか、すごい、すごい、すごいこれ、そうです、できるんだ、かっこいいな、なんかギャップ、コンクリートとかやったらいけます、すごい、見てみたい、どっかで見たよな、うん、女の子や、ボブや、ボブ砂重そうやなあ、かわいいね、かわいい、かわいい、かわいい、はじめまして、はじめまして、高校2年生の、あ、長崎県から来ました瀬川ひなのです、かわいいな、お願いします、お願いします、 OV バトル高2ですか、高2です、同じ、同じ、同じ、高3です、なんか特技とかあるんですか、趣味とか、大食いです、あ、めっちゃ食べます、え、何食べますか、朝ラーメン3袋食べます、すごい、昼にお米3合とか食べます、3合、めっちゃ細くない、いやいや、なんで細いの、ブクブクです、見た方が3合を食べてるのなんて見たら惚れちまうよ、わかるわかるわかる、惚れちまう、あ、こんな食うてくれんねや、あ、来た、あ、どこ、ギャルや、ギャル来たー、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、かわいすぎる、はじめまして、はじめまして、埼玉県から来ました、高校1年生土屋せいらです、よろしくお願いします、お願いします、高1、高校1です、大人っぽい、特技とかあるんですか、趣味とか、でも趣味はカンドラとか見ることです、音楽聴くこと、じゃあ韓国来れて最高、そうなんですよ、初で楽しみにしてて、はい、自分韓国めっちゃ嬉しかった、でユーもマジで嬉しかったですよね、え、男の子、男の子お、いいね、力強い引き方、グイと、え、かっこいい、かっこいない、お、高評価、かっこいい、また出るよ、またスターが生まれちゃう、うん、金髪、かっこいい、イケメン来た、東京都から来ました、高校3年生の阿部相馬です、よろしくお願いします、お願いします、お名前もう一回、阿部相馬です、大人の店内、高3ですか、高3です、同い年や、お願いします、よし、ねえ、ちょっとよしでした、関東圏の人いますか、はい、お、埼玉です、埼玉、はい、東京です、おー、東京、いいな、都会だ、え、なんか部活とかやってました、部活サッカー部でした、うわー、かっこいい、サッカーやばい、モテ要素てんこ盛りやん、役満だ、なにこいつ、ずるいね、あ、どういう人がタイプとかありますか、タイプは、黒髪ロングで、なんか気使える人とか、礼儀がある人、あ、礼儀大切、うん、まあ、でもタイプなんで、それはタイプ、はい、ディーン・フジオカに見えてきた、高橋文哉じゃないですか、わ、私もこの髪型は高橋文哉さんにも似てる、ね、あ、男の子来た、え、どれ、来たかも、あ、来てる、来てる、来てるよ、男の子、誰、え、身長高、足長、足長、確かに、マジスタイルいいな、スタイルよ、うわ、イケメン、初登身、かっこええな、まだこんなかっこいい人たちが世の中にはいるのか、まだいるか、埼玉県から来ました、高校3年生の坂本ジェルジュマです、お願いします、ジェルジュマハフですか、ジェルちゃん、ジェルちゃん、呼ぶときはジュマって普通に、ジュマ、ジュマくん、ジュマ、ジュマさん、めっちゃ身長高くない、何センチとかある、179、ギリギリ180足りないぐらい、高っ、いいな、ちょっと欲しい、すごい、欲しい、負けてください、趣味ありますか、なんか趣味は、あの、ガチャガチャとか、え、かわいい、そう、かわいいものとか集めるの好きです、かわいいもの集めるってなんかいいな、え、なんか人形とかっていうわけ、え、か、自分もう可愛いなって思ったら何でも回しちゃう、めっちゃわかる、え、ゆうちゃん来てほしかったです、おえ、でも俺も来てほしかった、よかったね、ありがとうございます、かわいい、かわいい、継続がまだ
しかいないからね。来た来た。え、見たことあるかもしれん。え、見たことある。え、警察？え、警察？黄色じゃない？違う？うわ、黄色のネクタイで来ればよかった。あ、ってことは？ってことはじゃない？あー、あー重たい。めちゃくちゃ重い。ヒロム？めっちゃ笑ってる。ニコニコや。台北編からの継続できました。高校2年生の谷口ヒロムです。よろしくお願いします。髪も染めたいね。黒髪でしたよね。変わるなぁ、もう。懐かしい。気になったけど、第一印象入っとるっちゃん、やんちゃん。本当に？俺言ってなかったけどさ、俺彼女いたことないよ。え、マジで？ガチ。だけど無理やり経験マジないけんさ。え？いいじゃん、メリー引っ張るよじゃん。マジで？うん、人生で最初の告白は、うん、そのメリーちゃんにしたいなって思いよったけん。男らしく引っ張っていくので、付き合ってください。雰囲気変わったな。大人だったな、やっぱこの半年で。ごめんなさい。だいぶ違いますね。声の感じも違う感じするし。はい、うん。ありがとう。お願いします。お願いします。てるくん似てるよね。似てるって言われるよね。あ、そうなんだ。なんか確かに。え、ちょっと並んでほしい。横に並ぶ。あ、いやいやいや。おぉ、似てる。すごい兄弟。目が、目が。えぇ、兄弟みたい。グランプリなんでね、おいしいスターから。いやいや、すごい。なんか来た時、あ、自分来た。え、じゃあ継続は1、3。多いね。まだ分からんで。確かにおるかもしれんね、まだ。そうやで。女子、女子の比率が高い。来そうな雰囲気あるけどね。来たくない？ほんとだ、来てた。ほんとだ。この具合は嘘。え、じゃない、じゃない。え、じゃない。めちゃめちゃ可愛いけど。すごい、みんな大盛り上がりじゃん。やばいやばい。わー、ねねちゃんか。こんにちは。こんにちは。パタヤ編からの継続できました、小園井ねねです。お願いします。お願いします。お願いします。約1年ぶり。どういう人が好きみたいな。面白い人、一緒にして楽しい人。うん、めっちゃツボです。爆モテしてましたからね。大丈夫、そのツボは。隣座りたいです。あ、やった。手繋いだことないけんさ。え、繋いだことない。本当に？うん、繋いだことないけん。そう、初彼氏できて成立したら繋ぎたいなって思って。あ、そういうことね。爆モテしてたよな。はい。私は前回成立したんですけど、お別れしてしまって、で1年た、ちょうど1年経って前回から。でも一度も彼氏ができなくて、周りはマジでめっちゃ彼氏できてるのに、私だけずっとできないからめっちゃ欲しくて継続しました。お願いします。実は友達。え、学校同じ。なんなら先月遊んだもんね。そんな友達呼ぼう。すげえ。やばい。え、僕継続来てほしかったっす。あ、本当ですか。ありがとうございます。今ってやべ、ドキドキしてる。なんかすごいな。自分もいた、来てほしい人。ん、来てほしい人おった。え、誰？熱っ、熱展開。楽しかったです。いい。うわー、すごい展開だ。どうするんだろう、これ。うわー、ゆうちゃん。ちょっと、えってなりました。まあ、振られちゃったんで前回、ゆうは気持ちより切り替えてきたんですけど、なんでな、なんで来てほしいんやろうばっかりが頭にいっぱい。なんか複雑な気持ちですね。言うても期間は1ヶ月やからな。はい。出る中では消えてない可能性あるで。ただ女子はすぐ消えるからね。はい、女子はね、さっと変わるんですよ。今日好きになりました、旅のしおり。ルール、この旅は運命の恋を見つける恋の修学旅行です。イエーイ。旅の最終日にカップルとして成立したら旅は終了。
カップルになれなかったメンバーは次の旅を続けるかどうか選びます。1日目昼オーシャンビューレストランでランチ、はい、夕方2組に分かれてグループ行動。もうグループ行動。インスタ映えなアートの街で食べ歩き、とプサン人気人気ナンバーワンのカラフルなカプセル列車でダブルデート。早速やった。カプセル夜宿泊先でホームパーティー。おお、盛りだくさんじゃん。いいな。そして、そして今回最終日に告白するのは、いいですか？はい。男子です。おお、決まってんだ。初めて。久しぶりじゃん。初めて。第一印象は2人でてるくんとそうまくん。1人でそうまくんです。そうまくん入ってきたんですかね。激モテやん。そうま1人でそうまくん全員やん。ラスト言うわ。好きなタイプセンター分けで、いたんですよ。そうまやろこれは。しかもなんかかっこよかったんですよ。めっちゃそうまくん。ちょっと見せてよ。ちょっとモテすぎやわ。なんかやだそうま羨ましい。なんかもう入ってきた時遠くからもうめっちゃイケメンで、なんかもう爽やかで、なんかしかもサッカーしてる。サッカーしてる人ってめっちゃかっこいいなって私個人的に思ってて、やばかったです本当も。本当に、はい。そうまくんはすごい顔がかっこいいなって思ったので、そうまくんと喋ってみたいです。なんか顔がかっこいいなって思いました。そりゃそうよ、第一印象なんて顔よ。そうまくんは髪色がタイプ。なんか話しやすくて、てるくんはそれでなんかめっちゃ目見て話してくれるから、おねえにゃんとはなんか普段から恋愛の話とか結構お互いの価値観とかタイプとかめっちゃ話すんですけど、こんな仲いいんだ。でもタイプが被ることは絶対なくて。被っちゃったじゃん。被った時は被った時でライバルみたいな感じで。そうまくんが第一印象で、なんかでも話してみたい人がいて、ジュマくんも話してみたいなって思いました。あとはなんかテルくんがなんか来てほしいって言ってて、テルあんなアピールしてたよ。なんかそれがなんでなんかちょっと知りたくて話してみたいなって思いました。もう見た目がドタイプなんですよ。言ってくれるから気にしちゃうやん。かわいい。わぁ、ニンコリア。笑うのか。うわぁ、めっちゃ飛び。すごい。なんかやっぱ久々に話したらやっぱ楽しくて。いやもう一人しかおらんやん。もう一度君に恋をするわ。もうネタバレじゃない。え、特定できますね。もう一度君に恋する一人しかおらんやん。そりゃそうですよ、もう一度なんてね。おいおい、そうですよね。1ヶ月で何があったんだろうね。なんかあのね、男って振ってから気づくこともあるから。
家でめちゃめちゃ TikTok とか見たんじゃないですか。あると思う。かわいい。やっぱゆうちゃんかわいい。でもゆうちゃんもうそんなことないみたいな感じじゃなかったですか。そうやね、ゆうはもう相馬に向いてるもんね。てか相馬すごいな、こんな矢印怖っ。そうそう。ほんでヒロム・ジュマももちろんかっこええし、そうなんですよね。でテルなんか言うたらさ、継続のもう割り増しも絶対あるわけよ、はい、それを乗り越えて相馬がこんだけ集めるということは今回一組、ちょっと見たい。まあ見るよ、はい、見るけど、はい、もう相馬が結ばれる旅や今回は。いや、とんでもないボロが出るかもしれません。相馬顔じゃ補えないボロが。それも気になる。ほんま、はい、相馬にボロある。ないやろ。でだからまだ男子の第一印象聞いてないから、はい、相馬が一体誰なのか。うわ、男子の第一印象気になる。え、めっちゃうまそう。やばい、すごいすごい。あら、傘が。え、すごい。めっちゃいい匂いする。すごい。ビューだ。めちゃめちゃいい匂いする。え、めっちゃ良くない？これランチは豪華すぎるよ。やば。知ってるあのチーズ。え、すごい。うわー。え、アイスじゃない。おいしそう。ちゃんとおいしい。おいしそう。待って、フルーツやん。あ、そう、韓国やん。キムチとかあるんだ。こんなめっちゃ韓国料理っぽいのもあってね。え、さっき。どうする？どうする？どうする？エネちゃん座りませんか。セイラちゃん座りませんか。そう、お願いします。あ、はい、お、ネネちゃん動いた。じゃあ、ソンは俺、じゃあ座しよう。じゃあ、何、どうする。うん、じゃあ、ソンお願いします。あ、はい、座りました。あ、ユウちゃん誘った。うん、どうする。どうする。じゃあ、私もいいですか。はい、お願いします。あ、じゃあ、こっち座ります。こっち座ろうかな。あ、じゃあ、ここにする。あ、座っちゃう。じゃあ、コップを持ってください。はい。じゃあ、どうぞ。じゃあ、今日も一日楽しみましょう。乾杯。乾杯。乾杯。はい。これがしろ。これがしろ。ありがとうございます。取り分け。配膳されてる。モテ男やな。じゃあ、オーシャンビューだから、一緒海見とかんと、みんなで。綺麗だよね。生で見てみたい。めっちゃ高価弁じゃない。そう、うん、なんかめっちゃ高価弁だよね。博多弁かな。でも自分じゃ気づかんもん、それって。やっぱこれとか確かに確かに今本にあった。うん、気づかんもんみたいな。あ、そういうこと。なんか私より。でも福岡でしょ。うん、使わないの方言。なんかあんま使わない。そうなんだ。なんか方言がめっちゃ嫌で、自分の。なんでよ。博多弁がめっちゃ嫌で、中学生の頃に標準語勉強して。そう、標準語めっちゃ使いよったら、なんかあんまり使ってないから。すごい。おもろ。勉強でどうにかなるもんね。みんな大体第一印象とかあげました。はい。まあまあ、人数だけ聞いてみる。みんな人数、うん、俺から。俺一人。1です。今のところ3人。うわ、多いね。女子嬉しいよこれは。2、2人。うん、どうやった？1ヶ月。1ヶ月？学校行ってた。どうやった？めっちゃほんまに、あれあったやん。さっきさ、うん、この、来てほしかったって言ったやん。なんかその意味をちゃんと説明したくて。前回、いい今振ったの、まずごめんなさい。これは。だけど、ちゃんと、もう一回ゆうちゃんと、喋りたいなっていう。降ってきたんやで。ごめん。かわいい。これはゆうちゃんかわいいわ。降ってきたんやで。でこうなるともう男はもう沼やわ。離れられない。うん、離れられへん。ありがとうございます。いい感じ？え、分かれ。分かれへん。使いすぎたらあれだよ。頑張れ。頑張れ。頑張れ。え、気になる人何やったっけ？3？2人？気になるというか、第一印象。何やったっけ？1人。あ、ほんと、そう。誘わへんの？え、誘えん。
これが辛すぎて、なんか味が辛くなっちゃう。どうしよう。え、そそあんのか。うん。キャベツが逃げてった。え、さそやん。いやね。難しい。今これどうやったらいいんや。いやこの二人見ものだなね。早く思ってることをお互いに伝え合い切らないと。好きなタイプ何でしたっけ。えロングでしたよね。ロング、ね、終わったね。いやタイプいや、なんだっけ、タイプ。大人っぽい人。チャラい人です。ちょっと見た目チャラい。あ、そう。俺はなんか3人って言ったけど、うん、でも本当はなんかみんなと話してきてたんだけど、うん、音はもうそう、でも2泊3日じゃん。だから短いもん。そう、短いからある程度絞っとかないといけないかな、そう、かなと思って。そう、やばい、緊張する。ねえ、なんか全然話せなくなっちゃった。どうすればいいですか、この緊張をなくす。思い切ったらいける。いや、全部お前に言いたい。そうだった。ツーショットいいですか。お願いします。から俺そこを行くんや。そうなんだ。そうはに行かないんだ。はい、行った。頑張れ。誘わないんですか。チャンス、チャンス。行きましょう。あ、行きます。いや、今ちょっと全女子が取られたな、相馬やからな、全女子。え、じゃあ、姉ちゃん、いいですか、最初。行きましょう。ありがとうございます。え、ごめん、ちょっと頑張って。広間は6音だな。すごい、頑張って。姉ちゃんをキープしている。ね、え、もう、どうしよう。3人で。え、気になる人みんな1人 ?2 人 ?1 人 ?1 人 ?2 人今最高の状態や、ジュマ。うまくいってる。めちゃめちゃいい。うん、夢の時間が続いてる。計らずして。ゆうちゃんは、ずっともう卒業編の時からずっと僕ファンで、実際旅に来ないかなってずっと思ってたので、来てくれてめっちゃ嬉しかったです。まあ、実物の方がすごい可愛かったです。はい、もうやばい。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。やばい、みんな早くない。みんな早くない。ラナが一番可愛いなって思って。いきます、せーの。ねえ、天才。天才、めっちゃ可愛い。せーの。なんか、めっちゃ美味しい。美味しい。絶対ないなって思われてると思った。あります。でなんかさ、タイプ聞いた時さ、なんだっけ、クールクールな人なんか、うん、な、え、第一印象2人2人だけど、もう一人ソーマくんで、まあでもテル君の方が強いかも。そうなんだ。ありがとう。え、ほんまに。本当ですよ。話しやすくてウケる。ウケちゃった。ウケるとこあったか。いや、あれできるって言ってたもんな、アクロ、うん、そうやばくない。やばいかな。いや、すごいやばいかな。なんか今ここでちょっと、ここなんでもいいで、なんかできんのとかある。え、準備運動。え、一緒にしてくれません、準備運動。できんのそれ。準備運動だけ。あっちにする。こっち楽しそう。これ今スカートやから、ちょっと別の日に準備運動だけしましょう。あ、なるほど。そうだよね、さすがにね。どこか使う。あ、腰と、うん、ここ。あ、じゃあそれやろう。はい。腰はどうやって。一、二。やばい。三、四。これ健康的だな。いいな。お日様の下で準備運動、いい感じですか。はい、いい感じですか。いい感じですか。二人でできるステップ。なんかここに、あ、こう、どうするの。
え、待って、おもろすぎ、ね、え、なんこれ、え、知らん、知りません、プールの時やってた、え、受ける、あ、1、2、3みたいなやつ、前にするやつ、え、何やっちゃいます、伸ばすやつ、あ、気持ち、あ、お互い掴んだら大丈夫、おお、え、これ大丈夫、おもんないけど言うとくな、体だけじゃなくて心もほぐれたんやろな。いいこと。わいわい。私が気になる人で一人挙げてたのが、うん、で、うん、頑張れ。なんかもう見た目がドタイプなんですよ。そうですか。もう来た瞬間、うん、あ、来たと思って。この方だと思って、ロングが好きですもんね。そうそうそう、ロングが好き。もう5年間ボブなんですよ。あ、そう、5年間。え、でもなんか可愛い子の方がボブ似合うって、うん、え、そうなんですか。超嘘でしょ。可愛い子じゃないとできないみたいな。うわ、褒め上手。もうなんか、その見た目以外の好きなタイプってな、うん、だからその何、自分と話が合う人とか、だからラーメン好きとかって言ってたじゃん。え、うん、マジで。ラーメン巡りとか、そういうのはすごいいいなって。何のラーメン好き？ね、いっぱいありすぎるんだけど、なんだろうね、塩ラーメン好きで。え、わかる。塩ラーメン好き。わかるわかるわかる。美味しくない？めっちゃ美味しい。美味しいよね。そう。え、なんかアレンジレシピとかあるやん。アレンジレシピ、そうなの？塩ラーメンのめっちゃ美味しい。その何？カップ麺とかそういう。え、そう、汁なし塩ラーメン。そんなのあるの？うん。え？やってみ。え、何？そのどんな感じ？どんというレシピ？なんかね、お汁を捨てて、粉入れて混ぜるっていうだけ。え、その作る粉、うん、入れて混ぜるだけ？そう。え？簡単でしょ？なんか。ね、ちょっと簡単。やってやって。でね、私の特技が大食い以外にね、うん、大食いね、うん、アクセサリー作るのが好きで、なんかビーズアクセサリーとか分かる？分かる。がめっちゃ得意、うん、もう15分とかでできちゃうんだけど、チャ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 って、うん、俺もその得意っていうか作るの得意で、そのアクセサリーとか例えば作ろうと思ったの。そう、やばいね。そうそうそう、すごいじゃん。そうそうそう、奇跡じゃん。そう、え、得意な、めっちゃ得意。器用、うん、手が。めっちゃ器用。あ、器用なんだ。美術だけ、なんか5とか成績取る。すごい、美術得意なんだ。美術得意。そっかそっか。そう、え、じゃあ何、そういう、すいません、ゆうちゃん来た。話の途中ごめんなさい。話し、そうまくんと話していいですか。どうぞどうぞ。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。それ一番人気はこういうことが出てくるよね。すいません、失礼します。話したかったんですよ。最初入ってきた時かっこいいってなったんですよ。でそれでなんか来てほしいっていうか、なんか言ってくれてたじゃないですか、うん、あ、そうそうそう、普通に可愛いなと思ってあ、そう、俺も第一印象に入れてた。え、言ってた。そう、嬉しい。そう、ゆうちゃん。え、それでちょっと喋りたいなって思っとって、うん、いや、誘いたかったから。あ、そうなの。そう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 、嬉しい。そう、でもちょっと緊張しすぎて。え、分かる。ユウもプロプロやった。え、なんだっけタイプ。え、センター分け。あ、センター分け。センター分けね。センター分け、センター分けかな、これ。センター分け。え、若干。じゃあ最初入ってきた時センター分けやって思った、うん、え、マジで似合っとる。そう、うん、かっこいい。ありがとう。ありがとう、ありがとう。え、だってびっくりした、マジで。最初入ってきた時、うん、うわってなった。本当に、うん、なんかもうビビって感じ。めっちゃ緊張してたから。え、緊張しちゃった。めっちゃ緊張してた。伝わるでしょ。うん、そう。え、何人だっけ？一人。一人。俺。そう。あ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。こんな嬉しいんだ。うわ、なんかいい反応してくれる。可愛さもあるか。だからこれから、うん、まあ誘います。はい、俺も誘います。ほんま？はい。いや、誘ったことないか。誘われたことない。はい。嘘つけよ。ほんま。ほんまやって。嘘つけ。おい、 S と M 使い分けれんのかい。なんだよ。そうだね。話も盛り上がったので楽しかったです。まずゆうちゃんは、にゃちゃん編とか卒業編見ててすごい継続で来てほしかったっていうのがあって、すごい可愛いなと思いました。第一印象は3人で、1人目がゆうちゃん、うん、で、はい、2人目がセイラちゃん、3人目がロング、ねねちゃん、ほら、
すごい好きじゃん、ロング。本当に好きだったついに相馬の第一印象が明らかになりました。相馬編になってる、うん、まさか相馬がこの見た目でおしゃべり上手のタイプやと思わんかったから、はい、強すぎますよね。強いね。パタヤ編見てたんよ。あ、ありがとう。いや、京介そこら辺から見始めてさ。あ、そうなの。そうそう、いや来ると思ってなかったんよ俺。本当に。だから嬉しくて、まあ、さっきも話したし、まあ、今も話したらなと思って、まあ、憧れの人に会ったみたいな。そう言いました。ありがとう。感覚になりそう。うん、じゃあ第一印象一人。一人、うん、え、当てていい一人、うん、ソーマくん。そうですよね。いや、なんか最初にさ誘ったけどさ、ソーマくんのこと誘ってたからさ。そう、なんか今回の旅の目標が、うん、ツーショット誘う。なんか前回誘えなかったから緊張して。そうで、今回は誘うのが目標だから、うん、マジで。そう、一旦席誘ってみようと思って。あ、邪魔しちゃった俺。いや、邪魔じゃない邪魔じゃない、全然全然。いや、なんか前回俺もその全然自分から行かなかったのよ、うんうんうん、ずっとなんか受け身で、うんうん、それで結局迷ったままでさ、うん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 、その後まあ振られちゃったんだけど、だから今回はもう一人、早めに一人に絞ってからガツガツ行った方が絶対いいじゃん。そうね、うん、だから、ね、とりあえずは最初はまあ話して、まあ、今日のうちに一人に絞れたらなって感じで。ね、うん、特技とかはないの？特技はブリッジ。ブリッジ、これ、立ってこうやってするやつ。あ、じゃああれ体柔らかいんだ。なんか硬いんだけど、なんか硬いならできるの？ブリッジはできる。人前で見せれる特技じゃないとさ、あんま誇らしげに言えよね。なんかえ、ある特技？なんだ、手先がちょっとだけね、器用なんよ。ねえ、だから、料理系なんやけど、リンゴをさ、なんかあるじゃん、リンゴって丸いじゃん、うん、それスパーンって切ってさ、その半分のやつからなんかいい感じにして、白鳥みたいな、鳥みたいなやつ。どうやってやんの？ウサギじゃなくて。いや、ウサギ、それウサギ切るだけやん、うん、なんかその切り込みとか入れてさ、うん、飾り切りってわかる？わかんない。なんかそういうのがあるっちゃけど、それが、ちょっとそれだけできる。すげー。そうそうそう、見たいわ。え、じゃあ機会があったらめちゃくちゃ見たいねんけど。あったらいいけどね。それこそね、好きなお菓子とかにあるの？かば焼きさん。あ、わかんない。好き好き。よかった、あんまり共感してくれんからさ。なんか勇気なさげだったから。そう、かば焼きさんめっちゃ最近ハマってる。やけん今日も持ってきた。あるの今？うん、ある。あるの今？ある、あるけど。今あるの？あるけど、ちょっと待って。大丈夫？めっちゃあんの。めっちゃある。ほんとだ、入ってる。どんどん出てくるから。そんな好きなんだ。うわー、懐かしい。え、ちょっと待って、何枚入ってんの？4枚だけ。だけじゃないから、4枚もだから。どんどん。え、すごい。美味しいの。でも、須田子さんも好き。あー、わかるわ、酸っぱいやつでしょ。そう。え、あれは？わさびのりくんは？あ、食べたことない。あれマジで美味しい。美味しいの？あれマジで美味しい。辛そう。いや、なんかね、わさびのスーンってする感じが後味でくる感じ。あー、盛り上がってる。駄菓子っていいよな。俺もそう言ってる。ねねちゃんが好き。もうメロメロ。今日好きになりました、旅のしおり。さあ、グループ分けどうやるのか。今から皆さんに2組のグループに分かれてもらいます。はい。花瓶にある花を男女全員で一斉に引いてください。2本入っている赤い花を引いたメンバーが気になる相手を誘ってダブルデートに行けます。ああ、以上。おー、男女、うん、まあ最初はね、運に任せて。うわ、やばい。一回引きたいの、一斉のっていう。あ、いいね。一斉ので、一番手前の。あ、待って、かぶっちゃった。じゃあもう、それ余り物で。じゃあ、一旦元、それ。はい。え、もう引くの？誰？どうなるか。こう、誰が引く？いけて。一斉ので。いけて。一斉ので。あ、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 ひなちゃんと、ひなもちゃん。めっちゃいいわ。いいじゃん。自分が先にやろうな。誰誘うんですか？すげえ。じゃあ、ソーマくんお願いします。そうなるよね。それひなのもそうやろ？うん。取られちゃったって顔してる。どうすんの？どうしよう。じゃあ、お願いします。お願いします。じゃあ、行ってらっしゃい。じゃあ、かわいい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。いいな。行ってきます。できます。バイバイ。バイバイ。もう会えんってこと？ね、夜やるよ。え、こっから。え、でも夜パーティーみたいな。会えるよね。イエーイ。
私が相馬くん誘うかなって思ってたら先に行かれちゃったのでちょっとショックだったんですけど、先手必勝か。第一印象には入ってなかったんですけど、なんかすごい身長も高くて、あ、ちょっと喋ってみてなんか性格とかも知りたいなって思いました。でもジュマくんとも話すのは楽しみなので、もうジュマくんとの時間を最初に楽しんで、今日のうちにその私がガツガツ行く人を決めたいなって思ってます。なるほど。ソーマだけじゃなくて何人かとも喋りたいと思ったかもしれないし、まあ、そりゃそうよね、全員と喋ってみて決めんとしゃあないからな、こればっかりは。ゆうちゃんが違う人に結構向いてそうなのが今、そうね、今ソーマに向いてるから。でゆうちゃんが逃げれば逃げるほどテルは追いかけたいよ、うん、だから追いかけるテル、逃げるユウ、逃げるユウ立ち止まるソーマ強いな、強いね、全部濃いやもん。釜山のマチュピチュ、レッツゴー、着きました。おお、うわ、坂めっちゃあれじゃない、急じゃない、えぐ、いや、えぐ、えぐ、おお、韓国の街並みやね、マチュピチュってこういう方ね、綺麗だね、すごい、キワキワ行こうよ、キワ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 、近づくと、すごすぎ、ちょっと、かわいい、見える、あ、いける、危ない、大丈夫、うわ、はい、カメラ見て、誰、誰、はい、チーズ、死ぬ、大丈夫、死ぬ、すごい、ここは、え、何食べたいもんある、確かに、今、ちょっと待って、あ、いちご飴あるけど、いちご飴、めっちゃ、いちご飴食べたい、絶対そうだよね、これ食べせっかくだし、いちご飴じゃん、行こうよ、やったー、並ぼう、並ぼう、食べたい食べたい、うえ、匂いすげえ、大きくない、激でかや、ゆうちゃんのめっちゃでかい、すげえ、ねえねえのなんか白い、いただきます、いただきます、おいしい、うまっ、おいしい、え、凍ってるくない、うん、うまい、うまい、うまい、もっと歩く、歩きますか、食べ歩きゃ、そやな、ね、待って、もう、美味しそう、うん、サッサくない、サッサくない、可愛くない、なんかモクモクしてる、うん、どう、可愛い、可愛い、可愛い、見せた、見せた、可愛いよ、ずるい、可愛い、あ、じゃあもう一回自撮り行きます、はい、それ撮るの苦手なんだよね、いける、はい、チーズ、オッケー、ありがとう、ありがとう、え、食べ歩き最高やん、フレッシュジュース飲みます、フレッシュ、いいじゃんいいじゃん、じゃあこのジュース買う、 100% オレンジジュース、おいしそう、オレンジ好き、え、じゃあガチのオレンジやん、うまそう、しぶりたて、いただきます、じゃあ一口、せーの、絶対おいしい、みんな下下げるみんな下げるじゃん、いただきます、いただきます、あ、うまっ、 100% なんかみかん食べてるみたい、え、みかん、みかんの中のみかん、みかん、みかん、うまい、おいしい、ゆうちゃん一緒にどっか回りませんか、あ、お願いします、お、動いた、もうテルはユーロックオンやね、ガツガツだ、あー、まあな、動き出したか、うんうん、やば、綺麗、やば、なんかめっちゃ高いな、すごいね、さっきあそこやで、え、な、思ったな、え、広い、やばお久しぶりです、お久しぶりです、そうや、この前回とかでめっちゃ来てくれてたやん、うんうんうん、でもなんか最後さ、なんかもう船で終わっちゃったやん、でそのまま告白やったやん、うん、でなんか曖昧やったやん、めっちゃ自分が多分フラフラしてたし、そう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 っていうので全然伝えれんかったっていうのをめっちゃ後悔しとったねんか、この1ヶ月、うん、ちゃんと言っとけばよかったなとか、うん、ちゃんとこの違う人気になったって言ったならちゃんと言った方が良かったなって思っとって、うん、この1ヶ月間後悔してたから、うん、いつか会ったら言いたいなって思ってたね、え、なんかユウは、うん、え、なんかさ1ヶ月しか空いてないやん、うん、だからさまだそんなすぐ忘れれんからさ、まだちょっと頭にあ るんよ、あれ、ちょっと待って、もう一度君に恋をするんじゃないの、そうだからユウも話したいなって思っとった、
でもその一人誰か言ってたやん、うん、それは誰なんか聞いていいの？一人はあのそうまくんやねんけど、なんか、うん、でもなんかは頭からなんていうの離れんから、うん、そうだから、うん、そうだから今回、うん、なんか誘ったのはそれをまず聞きたかったねんや、うん、で第一印象誰二人はねねちゃんとゆうちゃん、あ、ゆうなん、なんかその第一印象の意味も聞いてほしい、意味も なんでこまずねねちゃんは、うんうん、ずっとなんか見てたりしてたからっていうので、ゆうちゃんはなんか普通の第一印象やったらさ、うん、この子かわいいとかさ喋、うん、りたいとかやん、じゃなくてもなんかもういた時の衝撃が大きすぎた第一印象、うん、あ、そういうこと、え、いるいました、なんかそういうの話したかったっていう、あ、そういうことね、なんかめっちゃむずいねんけど、なんか今回自分え、ゆうもむずだって俺もだからどう思ってなかった、うん、だから前回迷いすぎたから、うん、めっちゃそうやで、そう早めに、うん、な白黒というか、うん、そういう迷いの心とか、うん、捨てななって思っとって、うん、な今、うん、誰なんやろうっていうのも気になってたりしとったから、え、なんかずるいよ、ごめん、ずるいよえ、ほんまに全然言ってくれていい、全然、いやさ、行くのは行くんやけど、なんかさ、ゆうもさ、頑張って吹っ切りようと思ったのにさ、なんかおるしさ、喋っちゃったやん、うん、なんかディナーっていうかなんかじゃあランチ、ランチなんか喋っちゃってさ、うわって思って思い出しちゃったって、思い出ってなって、ずるいな、マジ楽しかったしそういうのがずるい、え、でも楽しかったよね、楽しかったけど、うん、だから新しい子いいかな、新しい子いいかなって今回来て、切り替え切り替えってきたのに、来たのにいたからおってしな、ほんまに、え、でも嬉しい、ほんまに、うん、やった、ありがとうだから、うん、モヤモヤしてますっていう、ゆうももやもやしてる、え、言いたかったもん今、なんか誘ってくれてよかった、夜はそうまくん頑張って、うん、ほんまに、え、そうやな、まあきっぱりしなあかんもんな、あ、きっぱりするために、でもさ、すぐさ、できひんって、そんな決めんの、なあ、そう、このタイミングマジで初めからずっと迷ってた、迷ってたん、なんかもう喋れてよかった、え、なあ、ありがとう、いや、こちらこそ、ごめんな、いや、全然いいよ、都合のいい男みたい、違う、言い過ぎ、自分責めすぎ、大丈夫やで、ありがとう、うん、うわー、これすごいな、会いたいけど会いたくなかったってすごい、なんか複雑っていうか、なんか振られたんで前回、うん、だからでもなんかあったらやっぱちょっと思い出しちゃう、ちょっと思い出してしまって、楽しかった記憶は残ってるからね、うん、でもなんか分かんないです、なんか振られたのになんかまた思い出しちゃって、なんかずるいです、全部、でも新しい声も頑張りたいんで、なんかその時にちょっと思い出してしまう部分が 多すぎて、前回の旅での楽しかった思い出、なんかやっぱ久々に話したらやっぱ楽しくて、なんかてるくんも忘れ、なんかきっぱりできないです、まだ、マジ悪い男ですよ、本当に、なんかもうどうしたらいいか分かんない、大きい度合いみたいのはあんまり正直はっきりとは、うん、分かってないんですけど、喋ってはっきりしたいな、なんかこんなに迷ってる自分がゆうちゃんに申し訳ないし、こんな都合のいいように戻ってきて
なんかモヤモヤしてますとか言うのもおかしいなって思ってたり、もしもゆうちゃんに決めましたって言ったとしても果たしてそれが本当にいいことなのかとか、それで戻るのはなんかキープしてたみたいになっちゃうんじゃないかとか、そういうのめっちゃ考えちゃって分かんない状態になってます。なんか改めてこの前回のゆうちゃんの凄さとか優しさがめっちゃ分かったんよ。だからいいぞ恋を動き出すか。ずっと見てて、うん、ずっと来てほしいと思ってほんま、めっちゃ好きじゃん。そうだったの？いいじゃん。ソン君が、うんうん、気になるなみたいな。そうえ、めっちゃかっこいいと思って本当に人生で初めてソーマたまらんやん、こんないやなんて男がいるんだ姉ちゃんの気持ちが一番強いんだなって。あ、本気なんかな気づける。してもらったことないから嬉しい。プサン編と言いながらもう韓国ドラマ作ろうとしてない